どうか Please can you keep my secret? キラキラと輝く未来、私はどんな番組はジェネオンユニバーサルエンターテイメントとご覧のスポンサーの提供でお送りします。お帰りなさいませ、ご主人様。メガネっ子のミサちゃん、しました。失礼いたしました。すみません、スバルさん。落ち着いて。はい。ミサちゃん、ファイト。俺たちがついてるぞ。オーイエス。ダメだな、ちゃんと集中しなきゃ。ミサちゃん大丈夫？あ、店長すみません。何か悩みがあるなら相談してね。どんなことでもいいからね。じゃね。あ、すみません。いいのよ、いつだってミサちゃんを信頼してるんだから。じゃあほのかは？もちろん信頼してるわよ。ほのかちゃんもスバルちゃんもエリカちゃんもゴンちゃんもさゆちゃんもみんなだから店長は危なっかしいんですよ。ほのかちゃん、なんだかオーラが黒いわでもただの怠け者にはちゃんと怒るからね。あ、ほのかお店に戻ります。あ、ミサちゃんはもう上がりでしょ。お疲れ様。お先に失礼します。いかんな。楽しそうだね。うすい、お前もう退院したのか。さすが俺でしょ。何言ってんだ、交代ぐるぐる巻きだろ。心配してくれてるんだ。勝手に入ってくるな。だって早くメイドラテのミサちゃんに会いたかったんだもん。やめろ。愛沢が好きだから。さくら、ミヤリガオカ学園の生徒です。お金持ちばっかりが集まる超セレブ校だよ。よりによって一番関わりたくないタイプと。厄介だな。おお、すみません、通してください。お前ら街中で何騒ぎ起こってんだ。会長がなんで来るんだ。俺が知るかよ。あなたは？聖華高校生徒会長の相沢美咲です。うちの生徒が何か？殴られたんですよ、オタクの生徒に一方的に。本当か？聖華高校は野蛮という評判ですが、これで改めて納得しましたよ。どうやって謝罪してもらおうか考えどころですね。ふざけんな！なんで謝んなきゃなんねえんだよ！
お前ら謝れ。何すんだよ。殴ったら謝れと言ってるんだ。わかんねえ。殴っての会長じゃねえかよ。うるさい。こんな街中で人の迷惑も考えろ。すぐ手を出すやつはバカだぞ。どうやら今は話すだけ無駄のようです。みやびが丘でいつでもお待ちしております。もし謝る気がないのなら、その時は学校全体の問題にさせていただく。勝手にほざいてろ。行こうぜ。おい、お前ら。美咲、大事になったらどうする。せっかく聖火のイメージも改善されつつあるというのに、美咲さんの今までの苦労が水の泡ですね。心配するな、私が何とかする。ああは言ったものの、奴らが素直に謝りに行くとは思えないしな。聞いたよ、宮城川子のこと。いや、何？会長、大丈夫ですか？なんでもない。どうしたの、相沢？今余計なこと考えてる場合じゃないのに。よいしょ。すみません、これ誰か手伝ってくれませんか？うわ、薄井さん、ありがとうございます。どういたしまして。これでいいよ。雪村、しっかりしろ。雪村。そうか、あいつはただのセクハラバカだ。柄にもなく動揺したが、あいつは結局誰にでもああなんだ。俺、状況についていけないんだけど。安心しろ、今は明らかに何かが狂っている。なんだよお前マジで。楽しそうだから俺もついてく。バスとか久々に乗ったな。なんで薄井さんまで。しかなんで俺らが謝んなきゃなんねえんだよ。だからそんなに謝罪が不服なら喧嘩の理由を言え。しょうがねえな。俺らあの日チェスか。こういうのできたら画期系だろうな。で、うわ、カカスカ、お前オセロ激弱じゃねえか。おや珍しい、聖火の生徒がいるぞ。ここは私の家の店なんだ。下品な君たちが来るようなところじゃない。ちれハエが。ああ